もうじゃあ、今日は日本ボクシング界のエースって言われる井上尚弥選手についてお話ししようかなと思うんですけども、今日ね、もう本当まさにリアルタイムで、ラスベガスでジェイソン・モロニー選手、オーストラリアの選手なんですけども、世界戦が発表されましたけども、これは楽しみですね。でね、WBSS を優勝して前代未聞の強さって言われる井上選手なんですけども、井上尚弥ってどれくらい強いのっていう質問がかなり多いんですよ。で、まあこれ自分の知人とかにも、聞いてこられる方多いんですけども、本当にね、なんか、インスタの DM とかで、井上選手ってどれくらい強いんですかみたいな。なんで俺に聞くのみたいな。うん。で、まああまりにもそういう質問が多いんで、まあ今回、井上尚弥選手について話そうと思うんですけど、まあ、実はね、最強王者と言われる井上尚弥選手ですけど、前にスパーリングしたことあるんですよね、実際。まあ、向こうのジムに行って、やらせていただいたんですけども、やる前から耳にしてたんですよね。スパーリングでこうヘッドギアってあるじゃないですか。あれつけてやるんですけど、あれつけた状態でみんな倒されてるんですよ。でも彼より、上の体重、上の階級、彼より重い体重の選手とやっても、もうバタバタみんな倒されてて、で、やばいやばいっていう噂はまあ聞いてたんですよね。で、面白い話があるんですけど、日本人で彼はスパーリングパートナーがいなくなったんですよ。もうみんなバタ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 倒されちゃって、もうジムがやらせないとか、もう怪我するからやらないっていう選手がすごく多くなってきて、だよね、倒したりとか殴って骨折させちゃったりとか、もう漫画ですよ、これ。ヤフーニュースとかになってましたからね。で、3階級、そのヤフーニュースになってた記事っていうのが、その3階級上の日本ランカーと、で、スパーリングやって、で、井上選手がボディを打ったらしいんですよ。で、それで、その階級が上の選手が、肘でブロックしたらしいんですよね、パンチを。ボディに来たパンチを肘でブロックした。ったら、そのブロックした肘が折れたらしいんですよ。やばくないですか？いや、これが本当ならマジ漫画っすよね。実際僕はそれ見たわけじゃない。ニュースでそれ見ただけだから、リアルに見たわけじゃないけども、パンチを顔面に受けても、怪我するじゃないですか。しっかり防御しても、防御した腕が折れるんですよ。どうしようもないですよね。で、まあ、そんな噂が広まって、もう日本人はスパーリングを断る選手が結構出てきたんですよね。で、まあ、パートナー不足になって、それでスパーリングパートナーに困った井上尚弥選手は、彼のジムが彼のためにフィリピンからわざわざフィリピン人のスパーリングパートナーを用意するんですよね。呼んで。で、まあ、日本人も同じなんですけど、呼ばれてジムに行った場合、まあ自分もそうだったんですけど、呼ばれてジムに行った場合は、まあパートナー料もらえるんですよ。スパーリングのパートナー料。で、まあ大体ね、それが相場で、1万円ぐらいもらえるんですよね。で、呼ばれたフィリピン人からしたら、海外から呼ばれる場合っていうのは、もちろんその1日だけとかじゃ終わらなくて、2週間とか、大体こう期間を決めて呼ぶんですけど、呼ぶジム側もね。日本にも、こう、飛行機代を出してあげて、日本まで来る飛行機代、あとはホテル代とか、それから食事も出て、食事代も出て、で、さらにスパーリングパートナー料っていうのももらえるから、さっき言った、だからもう物価が違うじゃないですか、フィリピンとは。だからもうフィリピンの選手からしたら、もう2週間もあればかなりの大金を持って帰れるわけなんですよね。でもかなり言ったら美味しい出稼ぎなんですよ。だからもう、呼んだらもう、すごい喜んでくるみたいなとこあるんですけど、だし、まあ、初めは喜んできてたらしいんですよね。なんですけど、みんな毎日殴られ続けて、体が持たなくなったみたいで、それでついには、まあ、フィリピンのあちこちからもういろんな選手呼んでたらしいんですけど、フィリピンの選手もみんな嫌がるようになってきちゃって、僕がね、フィリピンに合宿行った時も、なんか、俺の友達が、フィリピン人が言ってた、俺の友達が、
日本に井上とスパーリングパートナーで行って、まあ、二度と行きたくないって言ってたから、俺はオファー来ても行かないよみたいなこと言ってたりとかして、もう俺は何があっても行きたくない、彼のパンチは危ないって言ってて、フィリピン人が、フィリピンでも噂が広まってて、結局フィリピン人もスパーリングに来なくなってしまったんですよね。うん。でもこんなボクサーはまあ本当前代未聞だと思うんですけど、っていうくらいやばい選手なんですよね。うん。でも僕がスパーリングした時の話をしますと、まあ、電話がかかってきて向こうのジムに呼ばれて行ったんですけど、スパーリング行く前に目標を立ったんですけど、その目標が俺は今日倒れないで最後までちゃんとスパーリングをやるっていう目標だったんですね。うん。もう勝つ負けるとかではなく、もう倒れないっていう最低限の、もう最低の最低の目標なんですけど、多分、もうね、こんな目標でスパーリングをやることって前にも先にもね、おそらくないんじゃないかなと思うんですけど、スパーが1ラウンド始まってまずもらったジャブがもう違うんですよね。何が違うかっていうと、やったら硬いんですよ。え？みたいな。うん。これまたエピソードがあるんですけど、井上選手と試合で戦ったアルゼンチンの選手のチャンピオンがいたんですけど、まあ、それ KO 負けして、で、言ったセリフが、まあ、KO 負けした後にリング上ですよ。リング上で、いや、ちょっと待てと。うん、お前、拳になんか入ってんじゃねえか。やたらちょっと硬かったぞ。っていう話を、井上陣営にしに行ったらしいんですよ。で、その場で、井上選手が、いやいや、何も入れてないよって、こう、拳をこう、グローブ取って、拳、バンデージを見せたらしいんですけど、それを、相手のその、アルゼンチンのチャンピオンが触って、何もないことを確認して、グレイトって言ったんですよ。うん。やばいっすよね、もう。それぐらい人がそう、その世界チャンピオンが、そうやって錯覚してしまうぐらい硬いパンチ。うん。それを体感しましてね。いや、まあ、それはめちゃめちゃ硬かったんですけど、アルゼンチン人の気持ちが、まあ、痛いほど分かりましたね。うん。で、まあ、次に、ワンツーをガード越しにもらったんですよ。もうね、バットかなんかで殴られてんのかなって思いましたね。とりあえず硬くて、めちゃめちゃ重いんですよ。うん。その時自分、バンタム級だったから、井上尚弥選手階級1個下だったんですよね、その当時スーパーフライ級とかあったんで、うん、なんですけどめちゃめちゃ重かった。そして、まあ、踏み込みが尋常じゃないくらい速いんですよ。なんだろうな、僕の方が背が高くてリーチ長いのに、すごい遠くからでも届いてくるんですよね。なんかちょっと気抜いてたらもう目の前にいるみたいなっていう感覚。うん。まあ、あのパワーで、まあ、スピードがなかったら対処できなくもないんですけど、とにかく速いんですよね。うん。彼ぐらい、まあ、彼ぐらいってことはないか。まあ、彼に近いぐらいのパワーある選手は、フィリピンで合宿行った時とかに、何人か、まあ、階級上の選手とかになっちゃいますけど、相手したことあるんですけど、やっぱね、あのパワーに対して、あのスピードを持ってる選手っていうのは今までもいなかったですね。うん。だからまあ、彼はね、だからね、変化球いらないんですよ。もう全部ストレート勝負で大丈夫なんですよ。どういうことかっていうと、もうだからフェイントもいらない。うん。全球がもう直球なんですよね。うん。大体自分もそうなんですけど、まあ、いかにパンチを早く見せるかなんですよ、ボクシング。全部速いパンチばっか出しても、で、野球もそうじゃないですか。相手の目が慣れてくるんですよ。速いのに。うん。だから速いのが速くなくなっちゃうんで、そういう時はまあ遅いパンチとか、まあ、軽いパンチを使いながら強弱もつけながら速いパンチ強いパンチをこう使っていくんですけど、彼の場合はね、イメージ的には直球しか投げない大谷翔平なんですよね。うん。それでもその直球がすごすぎてバッターがキリキリ前なんですよ。うん。でね、あとはなんて言ったって、まあ、スパーリングなんですけど、まあ、容赦なく倒しに来るんですよね。スパーリングって、まあ、言っても練習じゃないですか。なんですけどね、まあ自分がその他のジムのボクサーっていうのもあるんですけど、まあかなり殺気を感じましたね。で、まあなんとか倒れることなく4ラウンドをやり終えたんですけど、次の日朝起きた時の頭痛が半端なかったですね。速攻バファリン飲みましたもんね。頭痛にバファリンってね。うん。って感じでね、
井上選手の強さを実際に体験した、まあ、感想っていうのはこんな感じです、はい、またじゃあ次回の動画でお会いしましょう。よかったら、まあ、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。